はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ペイントでございます。ということでね、今回からこのアベオニをですね、3倍速にして実況プレイしていきたいなと思っております。このもう最初からっていう枠を、最初からっていうのを囲ってあるこの枠がもうめっちゃチカチカしてる、もう時点でもうこう3倍速ってめっちゃ速いんだなってわかると思うんですけど、これ実は撮るの2回目なんです。昨日途中まで録画したと思ったんですけど、なんかマイクが外れてて、ただのプレイ動画になってたんでもう一回最初からやりたいと思います。もうね、これ難しいんだよね。もうやりたい。もう最初すごいきつかったような気がする。はぁ、あ。じゃあ今回は難易度はノーマルでやっていきたいと思います。普通にね。ちょっとハードにするともっと鬼畜になっちゃうんで。もう3倍速の時点でかなり難しいです、これ。その館には幽霊が出てくる。そんな噂の絶えない館があった。その噂は学生だけではなく大人も知っていた。僕のお父さんも昔その館に行ったことがあるらしい。なんかこのお父さんは多分こう、アベオニとなんか、そういうことがあったのかな？逃げ切ったのかな？そして僕は友達に誘われてその館に行くことになった。バカだね、ほんとに。早い。これ、最初、この主人公か、この髪の赤い男の子の名前がわかんなくて、これなんて読むのって思ったら、たけしって読むらしいっすよ。わかります？もう俺ね、漢字すごい苦手で、わかんないんだよね、これ。最初、たけしってわかんないから、この、し、何々しのしが、しを、うじって呼んで、こいつ、うじって呼んでました。前回撮ってた時は、こいつのこと、うじって呼んでたから。うん。中は思ったより綺麗なんだな。ウルリカ。こいつは多分、ハーフなんでしょうね。ねえ、もう帰ろうよ。なんか嫌な感じがして。なんだよ、ウルリカ。浮いてんのかってね、これね。相変わらずのこの顔グラフィックの格差が起こっております。まあ、僕、この中で似てるって言ったら、これですね。彼な、かなりこれに似てる、僕の顔は。なんでウルリカビビってんのか、ミチやね。タクヤ、こいつもかっこいいね。てか、タクヤとタケシ、双子なんじゃねこれ。まあ、ウルリカのビビるところを見るために連れてきたようなもんだからな、つってこう。ここで、僕、お前ら鬼畜だなーっつって叫びました。ねえ、どんな幽霊が出るの？アベオニっていうね、なんか、そういうのが出てくるんですよ。なんか、肛門裂傷で死んだ亡霊が出てくるらしいよ。グロいな。もう男性諸君。男性諸君は大切にしなよ。大切にしなよ大切にしなよ、ほんとに。うん。何それ怖い。そんな死に方だけはしたくないな、ほんとだよね。うわぁ、びっくりした。音でけぇ。何もう嫌。そんな、幽霊なんているはずないだろ。いいこと思いついた。ミチヤ、お前あっちの部屋を確認しろ。ビビるなよ、ミチヤ。は、別にビビってねえし。ビビってねえわ。こい、って、こいつの顔も何も変わんねえもん。無表情だもん。ビビってねえ、絶対。ああ、俺が見てきてやるよ。ちょっと、みちやくん、危ないよ。で、始まりましたね、これが。もう操作できますね、これね。これ、通常の速度よりめちゃくちゃ速いんですよ、これ。多分。もう、通常の速度でやったのはもう、結構前なので、数年か前なので。で、ここは、鍵がかかってる。よしよし、こっちだな。で、この黒電話を使って、実際はセーブができると。で、これが割れてると。瓶が割れている。なんだ、瓶が割れてるだけか。さて、早く戻るか。やらない。ミチヤが、ミチヤが早速アビオニの被害者に。今の悲鳴、ミチヤの声よね。いや、あいつが俺たちを驚かすためのいたずらだろ。とりあえず見に行ってみよう。そうね。いやー、道屋が犠牲になりました、早くも。
アイテムも何も持ってないね最初は。でこっちに行ってみよう。あ、なんか落ちてる。部屋の鍵を手に入れた。ミチアいないのか。ねえミチア、冗談はやめようよ。ガチでいないみたいだな。これはやったな。鍵かかってっか。あれ、ここセーブできるようにはなら、あ、これセーブの説明か。あ、セーブできる。セーブしておこう。これこまめにセーブしないと、アベオニの速度がもうおっと。大丈夫だったっけこれ。アベオニの速度がえぐいことになってるんで、これ、本当に、こまめにセーブしないと本当にきつい。あ、ロープを手に入れた。で、ここ、もう一番怪しいっていうか不可解な場所なんですけど、これ、トイレあるじゃないですか。トイレットペーパーは、一体どこにあるんだと。ここで、用を足した後、どこで吹けばいいんかって5分くらい話してましたこれ。でもこれ本当にどこにトイレットペーパーあるの。これ何、オブジェ飾りかこれ。そういうことだ、そういうことなん。でここ僕ちょっと遊んだ時に見つけちゃったんですよこれ。アベオニなんですけど、青鬼のパロディ的なものもあって、ちょっと青鬼とちょっと似てる要素あるんじゃないかと思ってやってみたんですよ。青鬼ってここ10回ぐらいこうやって開かないってやりまくると入れるんですよ。ちょっとこれ試してみましょう。アベオニもできるか。ほらほら、ゲームオーバー出ました。ただこれがやりたかっただけなんですけどね。よしよし、まあもう2周目なん、2周目っていうか、まあここら辺もやったのでサクサクとやっていきましょう。ここの鍵を開けてセーブへと。実際は青鬼だったらここにあのたけしがね、たけし城、ここがこれがたけし城でたけしがいるんですけど、この中には誰もいません。でな、ここじゃない、ここの椅子をどけると図書館の鍵が、図書室の鍵があるんですけど、もう図書室の鍵って言ってる時点でもうかなり危ない。ちょっと見てみますか、アベオニがどれぐらいの速度か。まあ、ちょっと早いっすよねこれ。早くないですか。一瞬シャッつって、これ実際やってみるとめっちゃ速いんですよこれ。ちょっと一回やってみましょう、どれぐらいの速さか。これクソ速いんだよこれマジで。おら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 、あ、だいぶ俺もう慣れてる。ほら、おらおらおら、あ、調子乗るとこうなると。あれぐらい早いんですよ。で僕最初この炭素の中に入って逃げればいいって思ってたんですけど、これ早すぎてできないんですこれ。だから自力で巻いて逃げるしかないっていう、このアベオニもう炭素は飾りだっていうことですね。もう早速逃げていきましょう。あ、いかあ、マジ？チラッつって、よし、よいしょよいしょよいしょ。え、まだ、え、まだこいつ、え、待って、マジマジ、あ、やった。え、うわ、もうここまで来たらどうすればいいん。この小さな穴に、小さな穴に潜れって言うんか、マジで危ねえ。今もう本当に巻いたと思ったのに。よし、第一
クリアしました。でここで手に入れたのは物置の鍵、2階だな。そうここね、これか。ああ私はいつも運がなかった。何をやってもうまくいかない。道の小石につまずき、犬には何もしてもいないのに吠えられる。でもね犬マジで怖えから、なんか小学生の時三輪車じゃ一輪車でなんか公園遊びに行ったらもう急に追いかけられたことあるもん。もうバッつって降りてめっちゃ逃げたけど、もう犬はめっちゃ怖い。でも猫は好き、うん、猫は可愛いよね。やっぱアレルギーだけど、歩いてるだけで上から花瓶が落ちてきたりもした。そんなある日、私は車にひかれてあっさりと死んでしまった。いくら私が不幸でもあんまりだわ。この世界が憎い、壊してやりたい。そうよ、こんな世界なんて消えてしまえばいいんだわ。やばすぎ。あれ？ああ、え？どうだったっけ？あれ、どうしたんだっけ？あ、そうそうそう。で、この部屋の、この部屋の、なんか、花をプレゼントしてあげるんですよ。で、最初僕、これ、口なしを渡したんですよね。死人に口なしじゃね？みたいな。と思って。あ、ほら！ほら！よしよしよし。で、これ、これ取ると、アビオに出てくるんですよ。なんで、セーブします。じゃあ、取りますね。よいしょ、おいで。まあね、お前はこの図書室で巻いてやるよ、俺の。よし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 。これ簡単に見えるでしょ、めっちゃ難しい。僕これ最初のあの図書室のやつやる、逃げるのに30分ぐらいかかったから、かなり練習しましたからね僕。で客室の鍵で上を開けて、このアイテムが取れないのでこの椅子を使って取っちゃいましょう。いやーサクサクだな、いいね、マジで。もうね良かったかもしれない、2回目で。もうだってきつかったもん正直最初。マジで火をつける。あでこれなんか、あれ、あ、え、なんだっけ、え、どうしたんだっけ。あーもう忘れた、昨日やったのに忘れてるこいつ。もう俺歳かな。俺かなりもう歳かもしれないわ。あ、開いてる。あ、ここで何か。木箱。木箱だよね。木箱。そうそう、この木箱を、あの火の中にぶち込んでやりましょうってことですね。よっしゃ、ぶち込もうぜ。ぶち込んでやろうぜ。ぶち込んでやろうぜ！で、あれ？取り出せない？何？何だっけ？あー、わかった！なんか、なんか水を持ってくんだったっけ、この男子トイレ。なんかこの男と男が並んでる必要あるのかっていう、もうなんかアビオンチックですよねこれ。だって普通ないだろこんな、一つだろ。あ、この水を持ってくんだったな。で容器がどこだったっけ。あー分かった、思い出した。これ容器ここにあるんですよ。これわかんないですよね。いやこれ探すのにも苦労したな。よし、あ、これで容器に水を汲んで、よいしょよいしょ。で上の火を消しちゃいましょうと。で木箱から出てきたものは一体何なんだと。子供部屋の鍵、子供部屋の鍵、これ上か。4階の子供部屋の鍵行きましょう。はっ、あれ、こんなとこあったっけ？ああ、わかった！で、ここでセーブして。ほら。タクヤ。ここから下に降りてみよう。何か手がかりがあるかもしれない。タケシ、じゃあ俺が降りる。てか、もってこう、タケシとこの、何、タクヤの、グラフィックってこれ、髪の毛の色は違うだけか、これ。私たちも道屋を探しましょう。タケシ、意外と高いんだな。ん？なんか、落ちてる。うわーっつって、落ちちゃうと。うわー、びっくりした。急にこう、アベオニって文字が出てくるからびっくりするわ。あれ、え、なんだっけ、え、このミニゲームあったっけ、え、このミニゲームあった、あれ、
青い炎がゴールの目印、赤い炎が通ると15秒止めることができるぞ。え？安倍さん覚醒時にゲームが重くなっているときは遠くにいます。つまり画面が硬くなっている。何？え、これ初めてなんだけど。あれ、こんなんあったっけ。こんなミニゲームもなかったぞ。これを取ると止まるんだ。これを取ると止まる。赤い炎を取れば止まるっていう。あ、軽くなった。一瞬軽くなったぞ今。あ、うわぁ、なに、重い、やばい、重い。あ、軽い。あ、わかった、青の方、青い方のあった。え、どこだろう、どこだろう、音が、なんか、なにあれ、なに、え、一瞬なんだけど、ズズズッつって、一瞬だったんだけど。え、なにこのゲーム、初めてやったミニゲーム。こういう特典もあんのか。どちらから探索を始めますか。物語に影響ありません。うん、どうしようかな。まあ、まあ、最初タクヤとウルリカやればいいんじゃないですかね。よしよし。でタケシが落ちたと。でこれね、多分もう作詞ですよ。あのロープが切れたのはこいつの、このタクヤの仕業ですよ。このウルリカと二人っきりになるためにあいつロープのこう部分、一部分をこう切れ目を入れといたんですよ。ほんとこいつ卑怯だな。こういうやつがいるから全く僕がモテないんですよ。何を言ってるの俺。やばい、ちょっと。